熱海市の土石流災害の原因などを調査する熱海市議会の百条委員会は午前参考認招致が行われています百条委員会は土石流起点の森戸造成の経緯を調査しています午前は熱海市の現役の職員や OB から話を聞いていますこのうち森戸の手続きに関わっていた職員は 2011年に盛戸土の一部が崩落した後に市が業者への措置命令を見送った判断について台風の影響でのり面の表面が崩落しその後緑地化が進んだなどと証言しました午後は前の土地所有者の関係者が証人尋問を受ける予定です一方県は起点付近の第2の盛戸土について 今月末までに応急的な安全対策を実施することで所有者と合意したと発表しました大型の土納の設置などを進めるということです